こんにちは、デリッシュキッチンです。本日はロート製薬の提供でお送りします。まずじゃがいも2個を一口大に切っていきましょう。できたらそれを水にさらし、水気を切っておきます。ボウルを用意し、先ほどのじゃがいもを加え、水大さじ2を入れたら、ふんわりとラップをかけて600ワットの電子レンジで5分加熱しましょう。フライパンにバター 20g を熱し、一口大に切った鶏もも肉1枚をお肉の色が変わるまで炒めましょう。そこに薄切りにした玉ねぎ1/2個分を加え、しんなりするまで炒めます。小麦粉大さじ4を加え、粉っぽさがなくなるまで混ぜておきます。そこに牛乳 400cc を加え、全体を混ぜ合わせます。そこに先ほどのじゃがいもとブロッコリー 1/2 1株を加え、とろみがつくまで混ぜながら煮ていきます。塩小さじ 1/2、 そして胡椒少々を加え、味を整えていきましょう。そこにピザ用チーズ 40g を加え、なじませましょう。できたら火から下ろし、器に盛っていきます。ゆで卵1個、プチトマト6個分、そしてピザ用チーズ 40g と粉チーズ大さじ1をかけたら、200度に予熱したオーブンで20分焼いて完成です。セノビックなら1日に必要な栄養素をコップ2杯で通販限定です。